そうですね、まあ、今日、みんなと久々にトレーニングすることができたので、まあ、本当にもう一度日本代表に戻ってきたなっていう実感もありましたし、またこのチームと一緒に勝利を積み重ねたいなっていう気持ちを改めて感じました。そうですね、まあもちろんやっぱり自分もしばらく代表離れたので、ポジションやっぱり自分が奪い返さなければいけないということが言われてますし、まあ、あとは来る前に怪我をしてたので、まあ、そのことはいろいろ話してましたりしますけど、そうですね、まあ本当しばらく離れてましたし、自分としてはクラブがない間もやはり自分を高めるために、いろんな選択をしてきましたし、まあ、自分が逆に、ね、この代表にいなかった間に得たものっていうのは、ね、またこの場で、高いレベルでまた発揮していくことが、まあ、今の自分に求められていると思いますし、それを1試合1試合、まあ、1日1日代表の中で見せていければいいかな。